究極ね、相手がどう解釈するかを予測することはできても、当てること、完全にね、一致させることっていうのは難しいと思うので、どこまで行ってもその誤差みたいなものが生まれ続けるのがコミュニケーションなのかなというふうに思います。で、そういう、誰とのコミュニケーションでも起こりうる、その解釈のズレみたいなところを、最近はなんかよくね、いろんなところでそういうところに通ずるお話をしているような気がしますね。はい。で、もともとずれている認識、ね、その、もともとずれているその価値観、みたいなものを、シェアし合って面白いね、みたいなことはあるんだけども、そもそも、共有したと思い込んでいることがずれているっていうのは、なかなか滑稽だな、というふうに思ったりもしますし、それが、まあ、世界を作っているんだろうな、とも思ったりするわけです。